はい、皆さん、こんにちは。村長スタジオのマネージャーです。今日は、ちょっと当スタジオにしては、イレギュラーな解説をしたいと思います。インスタコムポーザーを、ある DTM の YouTuber さんも解説をして、スタジオ1固有のやり方を解説したもので、私の DAW ではできないじゃないか、と悩んでる方がおられました。バンドラボのケイクウォークの話です。ケイクウォークは、とってもよくできた DAW です。皆さん無料だから不安な部分もあると思いますが、仕組み的にはかなりよく考えられていて、もちろん前のソナーから引き継いだノウハウもあって、とてもよくできています。ですからケイクウォークのインスタコムポーザーのルーティングはとっても簡単です。スタジオ1と同じレベルでちゃんとできるので皆さん安心してください。僕もケイクウォークの最新バージョンをインストールして、そしてチェックをしてみました。はい、これがケイクウォークの画面です。大きく分けてマルチ音源、いわゆるサンプルタンクやコンタクトでできるやり方と、そして一個一個の単体音源、それでできるやり方に分けてお話をします。最低限のケイクウォークの使い方は、分かっているものとして、お話をしたいと思います。インストゥルメントトラックを作りまして、まず一番上のトラックに、このように、インスタコムポーザーが配置されているとします。そして二つ目のトラックには、このようにマルチ音源の、サンプルタンクが入っています。サンプルタンクの方には、このように、5つのトラックがあります。サンプルタンクを鳴らすときは、モニターボタンをクリックしておいてください。そして、音だけ簡単に確かめます。一つ目の音はピアノです。そして二つ目の音は、こんなシンセです。三番目は、ちょっとベースっぽい低い音です。四番目は、シンセパッドの音ですね。5番目はこんなシンセです。これは5トラックの白玉コードに割り当てます。このように何せ5つの音源を指しましょう。サンプルタンク3と4でも少し違いますが、それも最低限は使えるものとしてお話しします。このようにしておけば、ちょっと画面全体を眺めましょう。そしてオールで、このようにアレンジを変えます。そうしましたら、まず1個目のところをソロで流したいと思います。例えば、これをソロにしますね。そしたら、MIDI がサンプルタンクの位置に流れて音が鳴ります。そして、2番目をソロにします。はい、ソロと言いながら、1チャンネルも一緒に鳴らしてしまいました。じゃあ、これで5つともオンにするか、もしくは、ソロを全部外します。はい、これで全部のチャンネルが流れます。演奏してみましょう。サンプルタンクの方で音をミュートします。ソロにしていきます。はい、このようにして
例えばメロディーだけを変える。ここの1番を押せば、1番だけが変わるようになります。こういうようにですね。はい。そして鳴らしてみましょう。はい、インスタコムポーザーを使うときにも、少しいろいろな設定があります。基本的には、マニュアルを見てほしいんですけれども、この上の小さなメニューのところで重要なのは、このフォローソングポジションというところ。そしてスタート&ストップを、DAW と同期させる。これもチェックが必要です。その他の細かなことは、当スタジオのチャンネルで、インスタコムポーザーというように、検索していただきましたら、4つ5つは動画がありますので、安心してそちらを応用してみてください。当スタジオは、インスタコムポーザーの開発会社 WA プロダクションとも直接、いろんなやり取りをして、当社の動画も推薦してくれています。ですからそこそこの閲覧数も上がっています。そして次なんですけれども、単体の音源で鳴らすとき、これは今、シンセマスタープレイヤーという無料の音源ですね。この音源で鳴らそうとセットしました。上側のサンプルタンクはミュートしておきましょう。そして、こういうような音色を選択しています。ルーティングというのはここで変えます。インプットのインスタコムポーザーから、どのチャンネルを受け入れたいかというのを選びます。ここでミディオムニにしておくと全チャンネルが入ってしまいますので、例えば今のピアノのフレーズでやりたいと思えばチャンネル1を選択します。もちろんこのチャンネル1というのはこのチャンネルで決められていまして、通常は上から順番に1から5まで割り振りされていますので、ここで選ぶのも1から5番を選んでください。そして今メロディーの1番をこのようにして選びましたので、トラック1のフレーズで演奏がされます。これをトラックの3、通常はベースなんかを鳴らすためのフレーズです。単音フレーズになってますよね。それを鳴らしてみます。ですからここがソロになっていてはダメですので、全部を鳴らす、もしくは3をソロにする、こうやって鳴らしたら、3の音だけが受け入れられます。はい、ベースと言いながら、今オクターブが高いですので、ちょっとオクターブを下げたいと思います。初期は0になっています。先ほど、実験のために上げておいたからです。これで鳴らしてみましょう。このようにケークウォークでのルーティングというのはとっても簡単です。もちろん単体音源で5つ鳴らすということは、ここでインストゥルメントトラックの挿入をして自分の持っている音源から選ぶということになります。もう一つだけ入れてみようと思います。ケークウォークの純正のピアノというのがありますので、ちょっとピアノで鳴らしてみたいと思います。作成をします。そうしましたらこのようになりました。ルーティングを見るためにはトラックを広げておきます。そしてチャンネル1を入れましょう。インスタコムポーザーのミディトラック1、こういうように設定をしましたらこのピアノで鳴ります。ソロにしておきましょう。はい、このようにできましたので、単体音源だけでやる場合は5つのインストゥルメントトラックを作ってください。概要はわかりましたでしょうか。先ほども言いましたように、その他の高度な使い方につきましては、
当スタジオの他の動画を参照してみてください。またわからないことがありましたら、大層な時間がかかること以外は、サポートをしたいと思います。無料でできることと、有料になることもありますが、まずは遠慮なくコメントなんかを入れていただいたらと思います。村長スタジオマネージャーでした。ご視聴ありがとうございました。